チャンネルフィーマサがお送りしていきます。さて今回もですねまた素晴らしいゲスト、今回2度目になりますけどもモシンさんにお越しいただきました。どうもこんにちは、モシンです。イエーイ。モシンさんではここ最近ねずっともうチャンネルが爆伸びしている素晴らしい、それでも副業トレードトレーダーさん、はい、ということでね本業がある中で副業で、ビットコイン仮想通貨の、トレードをねされながら、まあ、ご自身のトレード手法であったりっていうのをチャンネルで、ご紹介したりとか、まあ、今後の価格推移に関しての情報を発信している、チャンネルのホストなんですけども、今回ですね、2度目のフィリップとかクリプトカレンジチャンネル、ご出演でいただきましたことで噛みまくってますが今回に関してはですね、前回の動画、一応この動画の概要欄にリンク貼ってるんですけども、その時は、まあ、やはりこう副業やっていくことのねその時のマインドセットであったりだとかっていうのをお話しいただいた素晴らしい動画なのでぜひ見ていただきたいんですけども、今回に関してはですね、じゃあ実際にトレードを副業としてやっていく中での優位性であったりだとか、そういったものについてですね今回お話をしていただいた後、そんな中でじゃあこれを聞いてトレードスタートしてみよう、あるいはまあ最近スタートしましたという方にですねもうこの手法だけは絶対押さえておこうというものをですねちょっとモーシンさんにピックアップしていただいてバチバチとお話をしていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということでですね、まあそのまあ、現代ですね、まあ、コロナのせいでまた最近流行ってきてる今日もねちょっとソーシャルディスタンスということで大丈夫ですね、はい、前回はねサングラスで合わせたんで今回ニット帽で合わせてみてますけども、はい、そうです、まあ、本当にコロナのせいで、まあ、仕事を失ったり給料が減ってしまったり、いろいろね経済的にも結構こう全体的にダウンしてきている、そんな中でもう一つの会社でやっていくのはかなり厳しい、何か、別のね、キャッシュポイント、つまり、稼ぎ口であったりとか収入源というのが必要になってきている時代において、さまざ、あ、まな副業が、ね、出てきていると思うんですよ、まあ、それこそアフィリエイトとか EC 物販転売いっぱいある中でトレードを、まあ、モーシンさんは選ばれてますと。で今回ですね、じゃあ副業いろんなものがある中でなぜトレードを選ばれているのかっていうところであったりとか、まあ、そのトレードを選んだ結果どういった優位性があったりするのかってことに関してね前半はお話をいただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけど、うんうん、簡単にですねスライドを作ってきましたので、スライドに従ってやっていきたいと思っております。はい、まずですね、副業としてのトレードの優位性ですね、まあ、いろんな副業ある中でなぜトレードやってるかというところなんですけれども、まあ、僕があの FX 始めたきっかけとしては、やっぱりね、あのちょっとあまり考えではあったんですけど、まあ、自由な時間で、休日でもできたりとか、まあ、休日に関しては仮想通貨ですね、仮想通貨限定ですね、毎日祝日いつでもできますし、まあ、自宅でできるというところもメリットですね、あと、まあ、レバレッジを効かせられるということで、うん、これはね、非常にメリットかなと、軍資金が少ない方でも、うん、まあ、夢を見ることができるということで、これをやりすぎたからね、あのずっと負け続けてきたんですけれども、夢見すぎて、ね、夢すぎたらダメなんですけど、まあ、一応、こういう、まあ、いろんなね、パートに行ったりとか、うん、仕事を掛け持ちするとか、いろんな、まあ、選択肢はあるんですけれども、やはり、まあ、そういった副業とはですね、一線を画す。いや、本当に。こういうメリットがあるっていうのは、まあ、トレードの優位性かなと。これに尽きますね。そうですね。はい、間違いないと思います。うん、で、一応、ここで僕のスタイルなんですけれども、いいですね。はい、僕のスタイルとしては、やっぱり、はい、あくまでも副業としてやっています、うん、なので億トレーダーとか、まあ、将来的になれたらいいなっていう感覚はあるものの、あくまで今は副業としてやっているということで、はい、大きな利益は狙っていかないと、うん、それから、まあ、メンタルがねやっぱり一番大事っていうことはメンタルですからね。そうなんですよね、投資はメンタル、はい、なんで、まあ、メンタル安定のロット管理ということで、あまり大きなロット張りすぎるとメンタル崩れてしまいますので、うん、ここを、まあ、結構意識したりとか、うん、あとはまあチャンスの時しかやらないということで、大事ですね。結構ね、ポジティブ病の人とかね、うん、結構いるんですけれども、もう本当に1日、僕だったら1トレードやるかどうかって。あ、そうなんですね。はい、まあ、副業としてっていうこともあって、うんまあ、時間限られてることもありますので、もうずっと見て、まあ、ここだって思った時しかやらないっていうのが、一応僕のスタンスということで、まあ、こういう絵にも書いてますけど、ディフェンス重視ですね。なるほど、なるほど。はい、守り重視の、まあ、スタイルでやっていると。うん、で一応、まあ、最初は、1日1万円ぐらいかな、稼いでから、
から、まあ、コンスタントに勝てるようになって月で10万20万っていうところだったんですけども、まあ、それがだんだん増えて、まあ、ふっくりで回していくことによって、うん、今は大体、まあ、1日3万とか、うん、素晴らしい。月収で言うと30から50とか、はい、まあこれぐらいですよ本当に、はい、全然もうそのねオフトレーダーの方とか比べると全然もう話にならないんですけれども、うん、あくまで副業としてやってるっていうことがあって、うん、まあ、安定的にこれぐらいは稼げてるっていうのが今の僕の現状かなと。いや副業としてですよ、うん、月で10万20万手に入ったらでかいと思うんですよね。これはでかいですね。だって仕事終わりにバイトをね時給のバイトちょろっとやったところでせいぜい月5万1回いかないくらいだと思うんですよ。そうですね、バイトの内容にも理解ですけど、うん、ただやっぱトレードっていうとそれこそ1日1回やらないからか1時間もかからなかったりする。そうですね、わけじゃないですか。もう早かったら5分とかで終わったりする、はい、ですよね。で1万円稼げて分給何円みたいな2000円みたいな ね、 そうですね、とこであったり。でも10万20万でもまあたとえ書いてます、正しく真剣にやれば、はい、これそこから大体1日3万ですよ、うん、はい、何やったら本業よりも稼げちゃうみたいな、はい、うん、こともあったりすると思うんですが、こういうのをやっていく中で実際じゃ今のもともとトレードしてなかった時の生活と今の生活、はい、どういう変化がありましたか。はい、というまあ、生活の変化ですね。おスライドもありましたね。そうですね、まあ、この写真はハワイの写真ですけれども、はい、まあ、今は、ね、コロナで旅行とか行けませんけれども、うん、やっぱいろんな選択肢が増えますよね。いや間違いないですね、うん、本当に何をするにしても、まあ、今までね本当にお金が限られてたらもう限られた選択肢しかないんですけども、うん、やっぱり選択する視野が広がったり選択肢が広がるっていうところと我慢しているポイントがやっぱり変わりましたね。もう本当に今までだったら、はい、例えば数百円のところでどっちにしようかなとか言ってね、選択してたりしたんですけれども、はい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 、まあ、ある程度お金が余裕ができてくると、まあ、その選択にかかってる時間がもったいないんで、な僕なんか特に副業やってる関係もあってだから、うん、迷うポイントがやっぱり変わったということでストレスもだいぶ、ね、変わりました。あ、そうですよね、でかいですね、うんうん、あと、まあ、生活にメリハリがつくということで、はい、まあ、やっぱり選択肢が増えて、うんうん、まあ、ちょっとリッチな、食事に行けたりとか、まあ、そういう選択肢がいろいろ増えてきます。まあ、自分の好きなものを買いたいとか服も買いたいとかっていう風に変わっていく中でやっぱりもっともっと稼いで副業に力を入れて家族を幸せにしたりとか自分の好きなものを買ったりとかっていうところで、うん、よりこう副業に力を入れようっていうふうにキビキビ生活するようになるということで、やっぱり生活にメリハリがついたなっていうのは非常に感じますね。今までもうダラーッとこう、会社から帰ってきたらのんびりのんびりお酒を飲みながら食事してっていう生活から帰ってきた風呂入ってすぐ副業ってやって寝るみたいなね、そういう感じで次の朝からまた一気にスタート出し切ってみたいな、そういう生活が一応できるようになったかなと。まあ、そういう生活をする中で、付き合う人がどんどん変わっていって、やっぱり今まで付き合っていた会社の、まあ、同僚たちですね、もうずっと会社の愚痴を言いながら飲み合ってた仲間たちと付き合うやっぱり時間がもったいないので、まあ、そういった方たちのとは距離を置いて、まあ、まあフィリップさんだったりとかそういう、まあ、いろんなね、頑張ってる方というかね素晴らしい方と大丈夫ですよ、会社の人みんなで、いや大丈夫です、会社ではバレてないと思うんですね、はい、いや、まあ、そういう風にね、素晴らしい人と出会うことをが多くなりましたね。そうですね、これが本当に一番変化ですね。僕もやっぱその投資始めるときにこういろんなつてで、まあ、YouTube 実際始めてみたりで、まあ、この出会いもそうですし、いろんな投資家の方とか、まあ、そういった方につなげていただいたんで、やっぱここは大きく変わってきたそうですよね。まあ、月5万増えるだけでもかなり選択肢って増えますね。そうですね、もう全然変わりますね。牛丼にね、はい、汁つけるかどうかみたいなとこ、そういうところでいいんですよね、はい、本当にそこドリンクバーどうしようみたいなとこから始まりますからね。本当にそこで一気に視野が変わりますよね。やばいですね、うん、ただやっぱマネーストレスって本当に人間にとって深刻なもので、まあ、特に我々男性にとってはやはりモテない原因って割とマネーストレスだったりするって言われるんですよ。余裕がある男性ってお金があるから余裕って言ってしまうとそれまでなんですけど、うん、やっぱその気持ちの持ちようが違うからそういうところから余裕感というのが生まれたり、うん、ね、それが出るやっぱお金があった方が人間としてもかなり余裕感が出てくるから結論モテるよね。そうです、男が稼ぎたい理由なんか賞味持てたいからじゃないですか、もともとはそうですよね。そういう意味でもね、本当にいろいろ向上していけるっていう、うんうん、まあ、やっぱじゃあそういうね、まあ、副業でお金を稼ぐっていうのは大事だと思うんです、この時代の中で、まあ、その中でね、トレードっていうのを選ぶと、まあ、まずやっぱ自由なところでできるし、まあ、インターネットさえあればできますからね。そうですね、で好きなタイミングでできる、まあ、仮想通貨ならではではあるんですけど、そういうところから、しっかり利益を出していけば
こういう、ね、生活の変化も得られるということなんで、うん、もし、ね、トレードしようかな、でも噂では怖いって聞くしなとかいろいろ思われているぐらいであればね、まあ、こう一歩踏み出してみるきっかけに、ね、なってもらえればなと。さて、ではここからなんですが、まあ、そんな実際トレードをこれだけ、ね、副業としても、優位性のあるものですよっていう中で、まあ、始めてみる、ところでですね、じゃあここはひとまず押さえとけば、うん、しっかり利益にもつながるし、まあ、大きく失敗することもないだろう、はい、っていう部分をですね、ちょっと今からお話ししていただきたいと思います。はい、なんですね。なるほど。ここが熱ければ熱いほど待てない人はこういうところでやりがちなんですよね。そうなんですよね。僕の LINE アットでは仮想通貨の情報だけではなく資産を構築していくための様々な情報もシェアしていますので、興味がある方はこちらの動画の概要欄のリンク、あるいはこの QR コードからぜひとも友達登録をしておいてください。